はい、BJ です。そしたらですね、今回お送りする曲は今月の2日に誕生日を迎えた永遠の美形ロッカー本田康明君54歳の誕生日を迎えた晩生をたたえたいと言われて、彼のデビュー曲でもあるワッパワッパさせてと歌わさせていただきます。何せ一人で言ってるもので、ね、内部事情
しまして、今月、2019年令和元年5月の2日に、めでたく54歳となられた本田康明君、彼への、リスペクトの気持ちもたたえての、誕生日おめでとうございますの歌として、彼のデビュー曲のワクワクさせて歌わさせていただきました。結局本当はもっと彼の歌をたくさん配信したいんですけれども、残念ながらこの館にはこのワクワクさせてと、まあ、この間歌ったラストダンス、この2曲しかないねえ、もう本当にもう嫌になっちゃうじゃんみたいなですね。Do you really want me? 傷つく旅に素敵な Yes, my girl 愛の夜って中途半端とか言ってますけどね、他にも桜色した瞳に愚痴立っちゃえ I'll keep you I'm happy It's super fun Oh boy Party はまだ終わらない。It's no fashion game. Shake and shake and paradise. Shake and shake and Cinderella. とかね。Keep on dancing, baby. Keep on dancing, baby. Got to be fire night.翼にしがみつこうとしてる、そこのおっさんに注意しな、楽な仕事なんてないんだぜ、だからそいつを楽しみなとかもうね、本当はたくさん歌いたいんですよ、私もね。でもないんですよね、だから残念で仕方ない。ここでね、一つまたちょっとお話をね、長くなりすみません。彼の本田康明君の5月2日の誕生日の時に、バスターソングを送れなかったのはですね、個人的に5月2日というのは、ご存知の方も多い私の愛するイタリア、愛しのパートナーイタリアの日本を立つ日だったんですね。ですので彼女に対しての、私からの、まあエールソングみたいなものを送らさせてもらう形として、5月2日はそうさせていただきました。でも次のね、5月3日5月1日2日3日は全て彼女イタリアのために捧げた歌なんですけれども、その3曲目が本田康明ソングのラストソングをお届けさせていただきました。けれどそれは本田康明バースデーソングとして歌ったわけではないので、あくまでもイタリアに対する、まあ、エールソング、応援ソングと、ね、幸せに向かっていく彼女のために歌った歌だったので、また康明ソングではあるものの、歌い方の曲、理由が違いました。で、まあ、ちょっと日にちはずれましたけれど、気持ちとしては本当にお誕生日おめでとう、安らぎおめでとうと思って歌っておりますので、まあ、拙い、歌唱曲ではありますけれども、気持ちだけは受け取ってください。あとですね、今年の彼のライブ、行きたいんですけれど、気持ちは、今のところはね、
チケット取れるのかどうかというのもありますので、去年は行きました。あの生安明の歌、あの久しぶりに聴けた、本当に良い年でした。ですから今年も、まあ、英語になって初めてでもありますからね、彼の生ライトが、お邪魔したりです。まあ、いつものごとくちょっとエコーもボワーンってなってて、こうやって MC で喋ってるような私の喋りもちゃんと、ね、滑舌よく皆さんのところに届いてるかどうかはちょっとわからないですけれども、また何喋ってたこいつみたいな形になってるかもしれないですけれども、まあ、私の勝手な気持ちです。ということです。はい、では永遠の美形ロッカー、私がこの世で最も敬愛する沢田健二さん純をグラムロックの祖とするなら、その系譜が続いてビジュアルロックの手前、まだビジュアル系なんて言葉が生まれる前に美形ロッカーの、まあ、パイオニアですね。彼がね、10時から始まってって言って1980年代で彼花開いたりだとかありますから、その永遠の美形ロッカーの誕生日を祝って歌わさせていただきました。ワクワクさせてでした。ありがとうございました。それではまた拙い喋りでごめんなさい。Hey!